どうも、今回は鬼滅の刃を使ったステマ問題についてだよ。え、鬼滅の刃がステマですか？あんな人気作ステマする必要ないやん。違うんだ、鬼滅の刃を使ったステマなんだ。どういうこと？みんな知っての通り、25日の21時から無限列車編が地上波で放送された。 CM 多すぎて各駅停車編とか言われとったな。私も見てたけど、もう少し先のシーンまでやってからでもいいんじゃって思うところで CM 入ったりしたのは結構気になったよ。なんかこう見てる間の盛り上がっとる感情を CM で一旦リセットされる気持ちになるんよな。 CM 自体はテレビっていう媒体での収益の手段だから仕方ないし、その上でラストバトルの部分を途切れさせないために前半で CM の量を多めに偏らせている感じはあったから、フジテレビとしても最低限の配慮はあった気がするよ。でもほら、煉獄さんがあれしちゃった後にパワプロの CM 流れたのはちょっとあれやったな。あれは確かにちょっと笑っちゃったけどね、やっぱり映画は映画館で見るのが一番かなって。煉獄さんのクソデカボイスも劇場の方が堪能できたし。それでも視聴率 21% 超えやろ、すごいやん。うん、なんか某匿名掲示板では爆死だ爆死だとか言ってる人もちらほらいるみたいだけど、アナ雪の初地上波放送を超えてるし十分成功だと思うよ。なんか人気作やと無駄に貶めようとするやからおるよな。そんな中で起こったステマ騒動。鬼滅の刃を利用したステマってこと？うん、アベマのアベマアニメの公式ツイッターが25日の深夜0時5分にこんなツイートをしたんだ。無限列車編遊郭編アベマで配信決定って。え、それがステマなん？問題はここから。このツイートの後にいわゆるインフルエンサーがこのツイートを引用リツイートしたんだ。え、有名どころだとテンチムさんが引用リツイートした上で鬼滅に気になるアベマで配信するみたいとコメント。たまたまやない？他にもいわゆる YouTuber とカインフルエンサーな方々数名がこぞって0時5分から15分の間に似たようなツイートをしてる。あ、もうね、ここまでわかりやすいステマは逆に下手すぎると思うんだよ。あからさまやもんな、時間指定されとる感がめっちゃあるわ。2期楽しみだけなら普通のツイートなんだけど、そこにわざわざ引用リツイートでアベマを宣伝する形のツイートを同じような時間にしてるのはステマにしか見えないよね。これ逆にステマやないと相当な奇跡やな。しかもアベマって、ちなみに私が確認しただけでも17人が同じようなツイートをしてる。くさ、もうさ、鬼滅の刃を利用したアベマのステマ行為なのは明らかだよ。なんだかな、もうめっちゃモヤモヤするわ。いや、これね、 PR っていう言葉をつけておけばいいんだよ。そしたらステルスマーケティングにならないから。そういうルールやからな、お金もらって宣伝しとるのに、そういうのを隠しとるのがあかん行為やから。前に同じフジテレビで放送したアナと雪の女王もステマ行為があった。あれ、リュウさんめっちゃ怒っとったよな。いやね、どこの広告代理店がそういうことを依頼したかわからないけど、天下のディズニーがそういうことをするんだっていうがっかり感がすごかったんだよね。極論、宣伝せえへんでもお客さん入るやつやからな。言い訳もすごかったんだよね。漫画という形でツイートされてたんだけど、伝達ミスだったみたいな言い訳しててさ。でも漫画の内容から明らかにそういう伝達ミスじゃなかった。たまたま行きましたみたいな感じのもあったな。ちゃうやろ、お金もらって見に行ったんやろって。そう、なんかちゃんとお金をもらって宣伝してますってやればいいのに、そこを隠す不誠実さが私は大嫌いなんだよ。まあ見る側としては、お金もらって宣伝しとるやつとその人が本心からおすすめしてるやつなら後者の方が興味湧くやろうから、そこを隠して宣伝するんやろうけど。ステルスマーケティングって法的にグレーなんだよね。海外だと違法なんだけど、日本だとちょっと曖昧な部分が多いからこうやって続くんだと思う。なんかしっかりと法律作ってほしいところやな。ちなみに先日私のところにもステマっぽい依頼来てたよ。え、マジですか？うん、あんまり言うとあれだけど、ナロー系みたいな作品を宣伝してくれって感じのやつだった。わお。ちなみに私は個人でやってる上に、私たちの声の規約的にどっかの企業をお金もらって宣伝をする行為はできません。私たちの声が変わらない限りはうちのチャンネルはめっちゃクリーンやで。まあいわゆる企業案件って儲かるらしいからね。今回のステマみんないくらもらったんやろうな。人によるだろうけど3桁万円くらいはもらってるんじゃない？なんか相場によると YouTuber ならチャンネル登録者数かける3円から5円らしい。わお、あかん、私もちょっとステマしたくなってきた。なんかさ、やるならもう少しうまくやればいいのにって思うんだよね。時間の指定とか文章とか、ステマするにしてもやりようはいくらでもあるのに、今回のようにものすごくわかり安くてすぐバレちゃう。バレた時に炎上するやろうし、デメリット大きいよな。そういう浅さも含めてステマ行為って私嫌い。ステマやないけど、リュウさんが企業案件するとしたらどんなんがええの？お酒とか？あかん、アニメ全然関係あらへん。人のお金で飲むお酒が一番うまい。お酒の会社の方
リュウさんにお酒送ってください。生放送でゴリゴリに宣伝します。ちゃんと PR ってつけるよ。ほなまた次回。